セ・リーグ、中日1から0ヤクルト、16回戦、7勝7敗に分け、31日、バンテリン D、ホームが遠い。ヤクルトは2試合連続の冷風負け、初対戦の中日、松木対に6回まで4安打に封じられ、高津慎吾監督、55、は、チャンスがなかったわけではないけど、走者を置いてからの仕掛けができなかった。 初めて見る投手で打ちづらさはあったと思う、と嘆いた。バンテリンドームでの礼拝は今季5度目となった。写真、パパ初登板、もう援護点がなかったヤクルトサイスニード。不運もあった、後半戦の打率が636と好調の赤羽を、2番、右翼、で3試合連続で先発起用したが、1回に左手甲に支給を受け、そのまま交代するアクシデントに見舞われた。 試合後に指揮官は2箇所の骨折と状態を説明した。今期は塩見やサンタナらも故障で離脱するなどけが人が相次いでいる。赤羽も長期離脱となる可能性が高く指揮官はしようがないと思う部分もあるがこんなにけが人って出るのかとと頭を抱えた。